はい、どうも、竹の子塾の大久保です。今回はですね、中学校社会の語呂合わせということで、こちら、シリコン〇〇〇のまとめ、ね、この、ま、シリコン〇〇〇って、ま、ここに入る言葉が、ま、シリコンバレー、シリコンアイランドでシリコンロードね、まあ、このね、あの3つですね、まあ、これの、まあ、ちょっとしたね、解説と、覚えるための語呂合わせをね、やっていきたいと思います。で、まあ、このね、まあ、もともとこのシリコンってそもそもね、何かというと、まあ、シリコンっていうのは、まあ、ですね、一応、これ日本語で言うと、ケイ素ね。で、このシリコン、ケイ素っていうのは、半導体、ね、半導体の主原料になりますね。で、まあ、半導体っていうのはね、まあ、電気を通す導体と、ね、電気を通さない不導体の、ちょうどこのね、なんだろう、中間の、あの、性質を持ってるね、まあ、あの、もので、電気をね、通したり、通しにくくなったりっていうね、ものになります。で、この半導体ってね、何に使われてるかというと、まあ、あの、身近なところで言うと、まあ、パソコンとかね、そういうふうな、あの、電子機器にね、の材料にこの半導体使われてますよ、と。で、まあね、で、そのね、その半導体の、まあね、主な原料がこのシリコン、ケイ素になりますと。で、じゃあ、順番にね、このシリコンバレー、シリコンアイランド、シリコンロードってね、何かっていうのを見ていくと、まずこのシリコンバレーっていうのはね、アメリカ、米国の、カリフォルニア州の、サンフランシスコ近郊に、半導体メーカーがね、集中していたよということで、まあ、このね、半導体っていうのはね、原料がシリコンなので、ね、その半導体メーカーが、ね、このサンフランシスコの近郊にね、まあ、集中してあったそこら辺一帯のことをシリコンバレーと言います。まあ、ちなみにね、バレーっていうのは、まあ、日本語で言うと、まあ、谷、渓谷。これ、渓谷。そのあたりのね、地形がね、まあ、渓谷、バレーだったので、まあ、半導体、まあ、を作ってるね、シリコンを原料にした半導体を作ってるね、まあ、渓谷の地帯だったので、まあ、シリコンバレーと言いますよ。で、まあ、今ではね、その、まあ、半導体メーカー以外にも、まあ、その、いろんなね、IT 関連の企業、まあ、例えば、iPhone とか作っている、Apple とかね、Google とか、まあ、Facebook とかね、そういうふうにあの、IT 関連のね、企業が、本拠地にしているところでもありますよ、とね、シリコンバレー。で、まあ、このね、シリコンバレーにね、ちなんで、まあ、日本でもね、このシリコンアイランドとかシリコンロードってね、呼ばれるところがあります。で、それぞれどこかというと、シリコンアイランドは九州ね。で、なんで九州シリコンアイランドっていうかというと、まあ、九州で、半導体産業が、まあ、盛んであることからね、九州って、要は島ですよね。アイランドって島。なので、九州のことを、シリコンを材料にしたね、半導体産業が盛んである、ね、九州島であることからシリコンアイランドと言いますよ、と。で、一方ね、シリコンロードね、は、これ、あの、東北地方ね、東北地方の、東北自動車道、まあ、高速道路ですね、東北自動車道沿いに、半導体関連の工場が多いことからね、まあ、東北地方のそういったところはね、シリコンロードと言います。まあ、ロードってあの、まあ、道ですよね。で、まあ、この道っていうのはこのね、まあ、東北自動車道のことですよ、と。で、まあ、要はね、この、シリコンバレーにちなんで、ね、九州と東北のことをね、シリコンアイランド、シリコンロードっていうふうにね、日本で呼んでるんですけど、じゃあこのね、九州とか東北のね、まあ、この特徴、共通点は何かっていうので、ちょっとここにね、まとめてみました。一つはね、土地がま、たくさんね、広い。で、まあ、労働力ね、働く人も豊富とね。で、さらにま、これですね、安い。まあ、大都市とかに比べるとね、まあ、土地もね、たくさんあるし、まあ、人もね、たくさんいてね、まあ、安くね、住むと。で、だからその辺にね、工場を建てますよ、と。で、もう一つがね、まあ、この輸送手段、運ぶための手段の、まあ、空港とかね、高速道路が近くにありますよ、とね。で、まあ、ちょっとね、この空港とか高速道路って、あんまりね、その工業税金を運ぶのに適してないようにね、思うかもしれませんね。例えば、車とか、なんだろう、どっちかというと船とかでね、運んだりして、この飛行機でね、車とかね、自動車とかを作ったからって言って運んだりしないし、ね、まあ、高速道路もね、まあ、あの、トラックとかにね、
詰めて高速道路を走らせるけど、ね、トラックって鉄道とかに比べるとそんなにたくさんね、運べるわけじゃないので、まあ、空港とかね、飛行機とか、高速道路、トラックとかをね、使うと、ね、すごいこうね、お金がかかるように感じるかもしれないんですけど、まあ、この半導体っていうのがね、大体その、まず軽い。軽くて小さいね。で、だから運びやすい、ね。で、その割には軽くて小さい割には、まあ値段が高い、高価。ね。だから、まあこのね、飛行機とか高速道路ね、トラックで運んだとしても、採算が取れるね。それだけ小さくて軽くて高いからね。その飛行機とか、高速道路を使ってトラックで運んでもね、採算が取れるのでね、まあこういうところの周辺に輸送がね、便利なところにね、まあこの工場がね、建てられているよと。まあこれがね、この、まあ、九州とか東北地方がね、このシリコンアイランド、シリコンロードというふうに、まあ、半導体のね、産業が盛んな、まあところになりますよと。で、まあ最後ね、ちょっとね、じゃあこの、シリコンバレー、シリコンアイランド、シリコンロードがそれぞれね、サンフランシスコ近郊、九州、東北っていうのね、組み合わせ、覚える語呂合わせがこちらになります。サンバで求愛、トコホ老人ね、サンバで求愛、トコホ老人、まあ、どういうことかっていうと、サンバってまあ、お祭りね、カーニバルみたいなね、ブラジルとかでやってるのね、サンバがね行われてて、でまあすごいねこう盛り上がるからね、あ、ちょっとなんかいい人がいるなと思って求愛したとね、好きですと言ったらね、その人振り向いたらね、なんかめっちゃなんかそのね、きらびやかな衣装着てたけど振り向いたらね、トコホ老人だったってね、がっくりというようなね、ところをイメージしてもらうといいかなと。で、サンバがね、これサンが、まあ、サンフランシスコのサン、バがこのバレー、シリコンバレーのバで、旧愛は旧が、まあ、九州の旧で、愛が、まあ、このね、アイランドの愛になりますね。で、東方の東が、東北ね、東北ね、老人の老が、まあ、この ロードの老というのでね、覚えてもらうといいかなと思います。はい、まあ、今回はね、以上になります。まあね、他にもこういう覚え方あるよっていうのがあったらね、コメント欄にお願いします。まあ、あとね、解説動画とか、語呂合わせ動画ね、リクエストあったらそちらもコメントの方お願いします。あとね、たけのこ塾、Twitter、Instagram やってますのでフォローの方お願いします。リンクは概要欄に貼っておきます。じゃあ今回終わります。どうもありがとうございました。